皆さんこんにちは、リュナリサのリュナです。今日の企画なんですけど、リリちゃんと夜のお風呂掃除をかけた、手押し相撲対決っていうのを、まあ、表企画としてやっていきたいと思うんですけど、まあ、その裏企画として、その手押し相撲中にね、リリちゃんの、まあ、体の至るところ触っても怒んないんじゃないか説っていうのを検証していきたいと思います。まあ、リリちゃん結構天然で、まあ、ふわふわしてるから、まあ、そうやってもう、あ、ごめん、なんかぶつかっちゃったとかって言えばもう全然気づかないで、まあ、一切起こらないんじゃないかなって思うので、それを検証していきたいと思います。それでは行ってみよう。リナナとリリちゃん、インヌのルー、せーの、皆さんこんにちは、リュナリサです。はい、はい、今日の企画なんですけど、はい、夜のお風呂掃除をかけた手押し相撲対決。まあでもさ、うん、お風呂掃除ってリナさん担当なんだよね。なんかずるくない？やばい、バレた。ずるいよ。よう気づいたな。気づかないと思ってたわ。まあ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 、まあというわけで、はい、まあ勝負のルール、なんですけど、3回勝負して先に、多く勝った人の勝ちね、うん、まあだから2回勝った人の勝ちっていうことで、まあちょっと今リリちゃん気づいちゃったから、さっきピザ食いたいって言ってたよ。ピザ、ピザ言ってた。だから、まあ、リリちゃんがもし、まあ、もうないだろうけど仮に勝てたとしたら、ピザをご馳走します。やったー。もうあのカメラで約束してるから、ガチガチ、これはガチでピザを今日頼ませていただきます。リリちゃん弱そうやな。体触るのは NG やからね。体はダメだからね。手だけね、手押し相撲やから、はい、ね。というわけで、はい、早速行ってみよう。やってきました、はい、バトルフィールドへようこそ。よし、なんか近くない？え、こんなもんだよ。遠かったらあんまり意味ない。近くでこうやって手をこうやってやって触ってもあかんから、手だけ触れるでしょ。うん、そう。よし、じゃあやっていこう。はい、じゃあ1回戦目、よし、レッツゴー。始まってる。なんそれ、サグラフィーなの？違う、いい、そんな顔すんな。ごめん、支えようとしちゃった。女じゃ決着つかないよ。手ずっと広げてないとね。対応で1戦目はリリちゃんの勝利ってことで、イエーイ。はい、じゃあ次2回戦目、2戦目いきます。はい、よーい、ドン。あ、ごめん、なんか滑るな今日、やけに。わー、じゃあ、あ、待って、マジで。ドン、何か、ごめん、ねえ、手ちゃんと置かないと。置かないとちゃんと。スキアリじゃなきゃ、スキアリじゃん。キモい、キモい。え、それありだよ。ありだよ。え、ずる、痛い、キモ。あ、ごめん、今のはごめん、今のね、手ちゃんと前に置かないとダメじゃん。はい、あ、ちょっとごめんって、マジで。なんかおかしいな、今日滑るんだよな、手が。よいしょ、あ、おー、うまいね、うまっ、リリちゃん、ほら、あー、もうちょっと違う、ごめん、え、だからずるい、ちょっと、よし、よし、これ1対1ね、よし、じゃあ3回戦目、やっぱり先3回勝った方にしよう。いいよ。よし。よーい、ドン。身長ずるい。ずるいよ。ずるいよ。ずるいか。ごめん。
鼻息ずるくない？さっきだってじゃあこれで2対1か。2対1だ。うん、これ1でしょ。くそ、最後最後。もうちょっと待って、もうちょっとリリちゃんに優しくしすぎた。こっからマジで本気でいくから。分かった。うん、ガチでやっぱ男の力見せるわ。もやしのくせに。もやしちゃうわ。何言ってんの。はい、じゃあ行きます。よし、これファイナルラウンドじゃないな、まだ俺が勝つ。2回、あと2回も勝てるわけ。リリちゃんが勝ったら最後。まあいいよ、いくぞ。よーい、ドン。はい、手前に押しめるじゃん、マジで。ね、ほんとにマジでしかいない。ね、ダメだ、今何しようとした。もう察知したわ。はい、よし、これで2対2です。だってリリちゃんがちゃんと滑らすんだ。こうやって触ってる。触ってない。触ってない。触ってないって感じですね。いやいや。何？まあいいわ。ラスト行くよ。よし。よーし。スタート。ねえ。触ったよ。え？え？マジ？はい、というわけで、まあ、今ちょっと勝負をしてたんですけど、実は検証してました。手押し相撲ならリリちゃんの体を触っても怒らないんじゃないか説。だからさっきこんなんだって触ってきたの。いやいや、全然怒ってなかったよね。怒ってない。全然なんか嫌そうじゃなかった。むしろ触ってほしそうな顔。それは一番じゃん。でもルール無視してだよ。というわけで今回の勝負は脳幹ということで。どういうこと？え、お掃除とかそんなんなしだよ。じゃあ、ルナさん。うん、違う。ずっとどこやった？でも、負けた。ねえ、ピザを？ピザ、ピザ、ピザ食べた。わかった。じゃあ、ピザとお風呂掃除はやります。頑張って。チャンネル登録待ってるよ。はい。というわけで、今日の動画は以上になります。この動画が少しでも面白かったな。笑っちゃったな。って方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもいっぱい書いてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ルナさん洗ってんの？おい！回してないんで手伝ってくれよ。しっかり洗え。ふざけんなよ。マジで。おい！お尻プリプリやね。お尻飛んじゃない。全然集中できない。動画回すな。マジで。